世界の頂点を目指す所の戦いが今年も幕を開けます。あの昨年の9月7日宇野カオル戦フルに戦った準々決勝判定負けから8ヶ月、敗戦の悔しさを胸に体を鍛え抜いてきた、そして心を鍛え抜いてきた頂点を目指す逆境ファイター所秀夫。戦うフリーターは今アルバイトを一時休業中、このおっとミノモンタの姿、所秀夫の入場。仲間からもらったタオル、ここにはアルバイト仲間からの頑張れ所というその文字が心が込められている。戦うフリーター所秀夫、フリーターアルバイトを今休業して世界一を目指す。屈辱が男を変えた。所秀夫決意の一戦へ。6畳一間の風呂なしアパートに住み、アルバイトで生計を立てていた格闘家は覚悟を決めた。今年は自分は勝負の年だと思ってるんで。男には忘れられない一戦がある。昨年のトーナメント準々決勝宇野カオル戦、積極的に攻撃を仕掛けるも最後は判定負け、世界の壁を痛感した。まあゼロからスタートして頑張って這い上がります。今年にかける所はアルバイト休業を決意。チャンピオンになって戻ってきて、まあ、また一緒に仕事ができればいいなと。頂点を目指す無欲の男に初めて野心が芽生えた。自分はどこまで行けるのか。所秀夫、新たなる挑戦へ。迎え撃つは母国に勝利を誓う男、インドの毒蛇ブラックマンバ。猛毒の蛇ブラックマンバをリングネームに持つこの男、その正体は破壊力抜群の打撃を持つ実力者。蛇のごとき瞬発力で相手を仕留める驚異の毒牙が所に襲いかかる。 I would like to fight him with any opening he gives me. I will take the opening. Heroes Middleweight Tournament.Hideo Tokoro vs. Black Mamba. Tokoro!このヒーローズの舞台でさらに大きなヒーローとなる戦うフリーター所秀夫。リングサイドにはこの所と親交があります、ミノモンタさんの姿もあります。さあ放送席の解説、改めまして谷川貞治さん、そして船木正勝さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてナビゲーターは井上和賀さんです。はい、よろしくお願いいたします。井上さんが最も楽しみにしているというこの所の試合ですね。はい、本当にもう今回も何を起こしてくれるか楽しみです。はい、さあいよいよインドの毒蛇ブラックマンバとの対決を迎えました。はい、負ければ終わり。いや、打撃強いですからね、ブラックマンバ選手。強敵ですよ。で、あとですね、総合でもハワイのスーパーブローとかなんかで優勝してるんですよね。はい、マンバの打撃に所の寝技と、そう見ればいいですか、村木さん。そうですね。さあまずは打撃、どうやってその組みついていくかですね。所選手は所がどのような形のタックル、そしてテイクダウンに行くでしょうか。ブラックマンバはこの長身ですからね、リーチ長いですからね。1m83cmの長身。さあ前蹴り、ね、飛ばしてきました。マンバの長い足です。距離を詰めようというところですが、まず立ち上がりは慎重、やや大きめの距離を取っております両者。さあマンバが踏み込んだ、距離外れた、決まりました。ここを一瞬にして膝が落ちてしまった。マンバの膝がところに一瞬にして突き刺さった。仰向けに倒れたままところ、準々決勝進出はブラックマンバ。
出会い頭ですね。まさにこの猛毒をはらんだブラックマンバの膝が所を一撃にして倒した。カウンタータックルとか合わされちゃいましたね。踏み込んでタックルに相手を倒そうというこの所のもともと考えていたその作戦を狙いすまして膝を合わせた。しかしながらこのマンバの打撃の凄まじさ、ご覧いただきましょう。この所のタックルに、左の側頭部ですかね、落ちちゃいましたね。完全に失神ですね。はい、再びご覧いただきます、ね、いやこれはしかし驚きました。このヒーローズの舞台でチャンスをつかんで、そしてまた一歩大きな舞台に登っていこうというこの所秀夫がまさかまさかこの開幕戦でブラックマンバに不覚を取ってしまいました。1ラウンドわずかに43秒、一体どうしてしまったことかと自ら今遠い目をしたところです。そしてブラックマンバ、いやー驚異の打撃でした。ブラックマンバやっぱ世界は広いですね。いますね、強いたくさんいますね。大会前は絶好調と語っていたところ、ただ絶好調の時こそ落とし穴があるんですというふうにくしくも言い放していたブラックマンバがこの戦いを制しました。準々決勝進出はブラックマンバです。連覇に向け出陣。